オタハのガング野郎日記。動画を終わる皆さん、こんにちは、オタハです。日本国内版のスタジオシリーズの発売開始。<laughs> というわけでね、今日はここで、この動画を見てる君やみんなでね、俺は何を買ったよとか、<laughs> あ、これが気に入ったとかね、トランスフォーマースタジオシリーズ会場にしよう。で、僕今日何をやってたかっていうと、 昼ぐらいに起きて、あ、やべ、スタジオシリーズ今日発売日だと思って、あの、いつもよく行く電気屋さんに行ったところ、なんと、まさかのスタジオシリーズ、全部売り切れて、もう、物気の金の状態になってました。手に入りませんでした。本当は僕は、まあ日本国内版の全部とは言わずともね、なんかどれか一個買って、特典のショットガンが付属するんだけど、それが欲しかったのね。だからなんか、い 買うか2個買おうかなと思ってまあ人気のグリムロックとかまあブラックアウトまあこれはちょっとむず買えないかなと思ってまあでもオプティマスとかまあなんかラチェットとかクローバーとかねこの辺あるかなと思って行ったら全部なくなって,ておうっていうことでああそこにあるイオンにあると思ってイオンね割引がちょっと渋めだけど割と残ってたりとかするんだよねあじゃあイオン行こう っていうことで、イオン行ったら、イオンも午前中で全部完売したって言われて。<laughs> マジかーと思って。まあ、秋葉とか行けばあるのかなーと思ったんだけど、まあちょっと今日動画の撮影をしようと思ってたから、まあ近場で、あ、あとはあそこの持ち屋さんあるだろうと思って行ったら、そこも全部完売。とても人気があったようですね。というわけでこの動画を見てる君は、このスタジオシリーズ、どれか買ったかな あ、そうそうそう。ここに並んでるのは全部海外版で。まあ過去に僕はレビューしたんだけど、まあおそらくね、動画で見る以上に、すごくクオリティが高いんじゃないかなと思う。あの、実際に実物を自分で見た方が、ああ、これよくできてるなーっていう風に映ったはず。今回から新しく始まったこのスタジオシリーズっていうのは本当に遊びやすくて、そしてかっこいいんだよね。なのでね、初めてトランスフォーマーを買うっていう人にとってもおすすめだなと僕は思っています。 ま、今のところね、多分、まだ残ってるところには残ってると思うんだけど、まだ、これから買おうかなと思っている人にね、改めて、01から08まで、なんかこう、一言で、どんな商品か、ちょっと、せっかくだから言ってこう。本当は俺、あの、ショットガン。まあ、ちょっとね、ショットガンを見ながらね、こういう感じだよとか言って、僕は、あれを買ってよとか <laughs>、やろうと思ったけど、ま、あ一個も買えなかった。というわけでね、01、バンブルビー。これは、デラックスクラスといって、大きさがま、このぐらいです。 キューカマロからロボットモードにトランスフォームします。まあトランスフォーマーの劇場版といえばね、このバンブルビー、すごく馴染み深いんじゃないでしょうか。これはズバリね、変形上手にやらないと、ちょっとポロリする部分が多々あります。慣れるとそんなに難しくない。で、これはかっこいいよ。次 !02、スティンガー。これはなんかこう、ちょっとこう、カーロボットのトランスフォームはちょっと飽きたというか、だいたいこういう感じなんじゃないかなっていう予想を斜め上を行くような面白い変形をします。 あとは何よりね、ロストエイジの時は、まあ、バンブルビーのリカラーだったんだよね。それが今回新しくなったということでね。これ結構人気あるんじゃないかな。手に取って変形させると楽しいです。03、クローバー。このクリーチャーな体型がポイント。で、ここに軟質パーツがあるんだよね。髪の毛。こう、ロン毛のドレッドヘアっていうのかな。これが特徴的です。で、こういうクリーチャー体型のロボットが好きっていう人におすすめかな。変形難易度はそんなに難しくないです。まあ、ちょっとね、この、 癖が強い。04、ラッチェット。みんな大好き、ラッチェットさん。これはね、うん、率直なところ、かもなく、不可もなくといったところなんだけど、やっぱりラッチェットって、まあ人気があるというかね、愛されているメジャーなキャラクターだから、第一作品目から出て,出てるから、まあこうしてずらっと並べたときに、まあラッチェットいないより、絶対いた方がいいと思うんでね。オーソドックスな、うん、変形パターンなんだけど、僕は気に入っています。このプロポーションがいいよね。なんだけど、この背面がね、 結構豪快に、こう、側っぽくなるんで、まあ、好みがちょっと分かれるかな。でも、今、現時点において、このデラックスクラスのラチェットだったら、この、あの、今までの中で抜群にゼロ01から04まで。ここまでが、デラックスクラスと言います。大きさが大よそロボット魂のガンダムとかね。このぐらいと同じぐらいのサイズです。あ、そうそうそう。今回のスタジオシリーズって、この、クラスごとの大きさじゃなくて、キャラクターごとに絶妙な大きさが違うんだよね。 そこもポイント。さあ次はボイジャークラス2体。やっぱりなんと言っても、私にいい考えがある。オプティマスプライム。これはね、今までのボイジャークラスのオプティマスプライムがこういろいろと発売されているんだけど、その中でもちょっと小さめです。なんだけど、この変形がね、小さいのに結構パタパタと変形していって、この変形パターンが面白い。あとはこの重厚感のあるカラーリングだね。頭部とか。 各部の再現度がとっても高い。あの、非常によくまとまっているんじゃないかなと思います。こんな感じ。ボイジャークラスもう一つは、永遠のナンバー2、スタースクリーム。これもね、綺麗な、え、ラプターっていうのかな ?F22? あ,あ、違ったらごめんね。あの、軍用ジェット機から、えー、ロボットモードに見事に変形します。この、えー、鳥足のクリーチャーのプロポーション。で、この変形ギミックも最高です。 あの、パタパタと変形して気持ちいい。で、結構でかいんだよね。まあ、ごくごく標準的なボイジャーサイズ。オプティマスが今回ちょっと小さいかな。これはね、満足度が高いね。まあ、こういうプロポーションだから、このキャラクターを知らない人にとっては結構好みが分かれると思うんだけど、これもいいな。そして、リーダークラス。この2体。まずはこれ。07、グリムロック。もうこれは説明不要でしょ。 もうご、その元ネタを知らなくても、とにかくかっこいい。変形工程もそんなに難しくないです。もうこれは本当に、なんていうのかな、オタファおすすめです。初めてトランスフォーマー触る人でも、あーやっぱトランスフォーマーってすげえなって直感的に思うはずです。いかんせん自分が行ったおもちゃはもう全部売り切れてたからなんとも言えないんだけど、このグリムロックに関しては発売前からかなり人気が高かったですね。欲しいなって言っている人を結構見ました。 そして最後。08。ブラックアウト。これも、えっ、ー、と、さっき一緒に並んでいた時、グリームロックよりちょっと小さく思ったと思うんだけど、これもリーダークラス。これはビークルモードの時、軍用ヘリになります。劇場版トランスフォーマーで、一番最初に変形したトランスフォーマーでも有名。劇中ではね、夜でもう何も見えない中でシャコシャコこう変形して、圧倒的な強さを見せました。それがこれです。これはもうとにかくボリューム感満載。で、後ろに。 スコルポロックがいいていますこれはね、ちょっと変形に癖があるというか、難易度が高めです。全8体。まあちょっと簡単におすすめポイントを説明しました。改めて、この動画を見てる君は、どれか買ったもしよかったらね、俺何買ったよとか。あ、俺はあのキャラクターの、これいじってて、これがすごく気に入ったとか。はたまたね、購入を検討している人は、このね、コメント欄とか見て、購入の参考にするといいよね。 まあ、いずれにしても僕から、ああ、言うとね、どれも本当におすすめ。なんか一個買うと、まあ、なんかもう一個欲しくなったりとか。トランスフォーマーってなんかそういうのがあるからね。トランスフォーマーまだ買ったことない人は気をつけて。もうハマるとね、抜け出せなくなるぐらいの魅力がいっぱいあります。以上、今日のガング野郎2機、いかがだったでしょうか。ショットガン。 それからね、スタジオシリーズ、のきなみ、何にも手に入りませんでしたという動画になります。そうそうこれは過去のレビュー、えっ、ー、と、全部終わってるんで、ゆっくり変形解説してる動画が全部あります。で、プレイリスト、え多、ー、たたったごめん、これ、ここ表示されてないけど、<laughs> 下にリンクがあるんで、プレイリストからぜひ、あの、見て、変形固定を、あの、覚えて、一緒に変形させましょう。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でしたまたねまた今度、ガングヤロー日記やりまーす。